考えた意味わからんアイディア全部やる。きた。きた。はい。よっしゃー。はい。ね、僕らね、おもころチャンネルやってますけど、はい、まあ、企画ね、みんなで考えつつも、うん、まあ、社内チャットみたいなので、うん、なんかいいアイディア思いついたらくださいみたいな、ね、はいはいはい、募集してますね。チャンスでもね。やっぱね、そこに、まあ、もちろんいいアイディアね、書き込んでくれることも多いんですけど、はい、なんか本当たまになんか三角コーナーだと思ってるやつがいて、ね、生ゴミをね、投げ捨てていくんです。はいはいはい、ゴミ捨て場のようにしてる。ちょっとやっぱそんなのできるわけないじゃんみたいな企画が結構ね、見えてますからね、出してくる人もいて、なんか言いたいことだけ言ってるみたいな、はい、そうそうそう。で、まあ、それでね、今まで、そういう人たちのアイデアを本当実際やってみようと、じゃあそんなに言うならやってみてくださいっていうので、はい、うん、ギャラクシーさん、はい、そして山口さん、はい、とやってきたんですけど、はい、やりましたね。続いてあ、ギャラクシー、ついに、またかい。あまりにもね、多いんです。ありがたいんですよ、うん、あのアイディアを書いてくれるのは、はいはいはい、それやったらどうなるのあまり見えないですよね。いや、そうだ、そうそうそう、詳しく聞きたい。確かにね、そう、実際やってみたら面白いかもしれない。僕ら側の理解が足りない、はい、それもある、可能性もあるんで、ちょっと今回、うん、ギャラクシーさんをお呼びして、うん、はい、実際にそうですねやっていこうということなんで、はい、もう前回分かったはずなんで、うん、小さい布団で寝ても何も起きませんっていうことを前回もそれでしたね。でもあの、うん、でっかい吹き矢からデロンと出すのは面白かった。あれは面白かった。あれを一本の企画にするのはちょっとねあれかもしれないけど、ショートぐらいならあれは面白いかも。今回もね、学びがあるかも。はいはいはい、ね、じゃあというわけでね、はい、来ていただきますか、うん、はい、せーの、ギャラクシーさん。どうもギャラクシーでーす。長いってね、どうですか、いつも、はい、うん、あの企画出してくれて、ギャッ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 よし、遅いっすよ。いやいやいや、じゃあもう早速ギャラクシーさんに考えた企画やってもらいましょう。はい、はい、やりましょう。じゃあもう本当にその企画のタイトルコールからそうねしてもらって、実際ちょっとチャンネルで撮影するみたいな、はい、そうね、手でね、はいはいはい、やっていきましょう。うまい棒コンポタージー吸い込みむせず王選手権。よっ、おじゃあ何だ何だ、なんだ、これもう読んで字のことか、はい、うん、はい、うまい棒のコンポタージュを、はい、ありますね、吸いかつ、はい、むせない。ちょ、まずそのあるあるが分かんない確かにどういうことですか。粉がやっぱり多いかね。たこ焼き味とかだとちょっと硬い、確かに、はい、だからコンポタージュが一番むせそう。そうなんですか。あ、そうなんだ、なるほど、ということですね。むせなかった人が勝ち、勝ち、勝ちです。ほう、はい、でもやってみますね。早速やってみましょう。はい、はい、むせるか、でも誰かやってみた方がいいんじゃない。じゃあアルファ、はいはい、で、はい、まあ、まあ、ここに消しゴムみたいなものが消しゴム置いてあるみたいなイメージで、はい、じゃあそれを吸い付けるみたいなイメージにしてください。でないとゆっくり吸ってもそれはむせないですよどういう状況それ、ちょっと待って、難しいっす。消しゴムいらなかったですけど、はい、架空の消しゴム、架空の消しゴムはいるんです。消しゴムくらいのものをこう、これとかでもなんか、はい、目標物があった方がいい。これをカービィみたいにこうスーッと、これをじゃあこれをこの中から吸っちゃうみたいな、はいはい、これぐらいの強く、はい、強めに、強く早く、はい、強く早く、はい、なるほど、もう吸い付けるぐらいね、はい、吸ってみたら、いきます。ほら、むせるんだ、ほら、むせるんだ、ねえ、言ったでしょ、あむせるんだ、むせる、これむせるんだ、へぇ、むせない人はすごいと、あ、そうだったんです、あ、すごい、やってみたい、やってみたい、やっていきましょう、いきます、はい、はいはい、せーのほらあ、お、耐えてる、あ、
あれすごい、ハマキみたいに、ハマキみたいにすごいすごいすごい、初めてなのに、あすごい、えっ、あむせないっす、えっ、疲れはする、むせない人もいた、むせない人もいると思う。これはもう才能なんですか、多分、うん、それか消しゴムのイメージができてない、なんであった方がなるんですか、ギャラクシーさんも絶対にせない、すごいの見せてもらう、ありえないですね、勢いもすごいってことですね、本当に、はい、勢いもなんか僕いろいろ鍛えてるんです、なるほど、はい、これ見たいですね、ギャラクシーさんの、はい、行きますね、はい、はい、違ったかな、違ったし、めっちゃ一番むせ、長い、何なの、鳥をできるだけ追う追うって始まることあるの、やばすごいよ、できるだけ追う、はい、できるだけ鳥を追う、はあ、でこれね、僕あの実際行ってきましたね、えっ、あーなるほど、動画で、はい、映像である、はい、ああ動画で見ていただきたい、追ってきた、ほら、はい、見せて、その映像見るんだ今から、はい、 VTR スタート、はい、え鳥です、え、なんすか、鳥、鳥を追うから鳥、ん、はい、見たらいいじゃん、わかるでしょ、大体、まあ見ましょうか、じゃあもうできるだけ鳥を追いたいどういうことですか、知ってます、空を飛ぶ鳥っていう動物がいるんですけど、はい、それも知ってます、はい、それってどこかからどこかに向かって飛んでるわけじゃないですか、まあ、はい、いつも見て気になってませんでした、僕はベランダとかから見てどこ行くんだろうなって、まだ思ってる、それをできるだけ追いたい、追うと追いかけるんです、空を飛んでる鳥をできるだけ追いかけたい、もうギャラクシーさんも飛べないじゃないですか、飛べないです、だからもう地を這う獣としてできるだけっていうことです、なるほど、はい、それができるだけっていうことです、それをやりたい、はい、はい、やります、お願いします、よろしくお願いします、でもなんか鳥の声はしますね、鳥の声してるんで、いるはいると思うんですよね、どこどこ、鳥を映さないと、どこどこどこ、実際にする鳥が、どこどこどこ、反対だ、反対だ、どうしました、あ、いや、いたの分かりました、確かに飛んで、で、なんか一瞬木に止まって向こうに方向変えました、あ、戻ってきたんですか、はい、めっちゃ飛んでる、あ、飛んでる飛んでる飛んでる、見える、見えない、見えない、思いのほか早いな、あ、こういうことあるんだ、それは乗り越えたりはしないの、これは無理ですね、社会人としてだからできるだけというふうに言ってます、確かにね、ギャラクシーさん、はい、鳥は無理だ、大事なのはできるだけっていう部分だから、僕は今日できるだけのことをしました、これにて終了です、ありがとうございました、ちょっとこれはちょっと、いや、これはきついな、やってください皆さん、これはしんどいっすね、これはちょっと思ってた通りだわそうですね、夜間から直接飲むを、飲むを、はあ、これに関してだけちょっと、うん、聞きたいことがあって、はいはいはい、はい、もうこれ本当に書きました、いや書いてました、書いてました、書いてたから他にあるんですね、だこれから一応やりますけど、多分こういうことをやりたいんじゃないかっていうのを見てもらっていいですか、あ、はい、あ、わかりました、はい、さあじゃあ行きますね、はいはい、あ、もうこれここで、ここでやるの、はい、ここでやります、夜間から直接飲むの、おにぎりとか、おにぎりがありますね、こういうことは、え、あれ、うん、あ、食べて、ここおにぎり、マシマシと、ああ、いいですね、食ってるだけなんだけど、ね、あるよね、こういう場面、そうそうそう、あ、来たね、来たね、
知らない、うちのセリフで俺が言ったんじゃないですか。あ、多分なんですけど、はい、なんかガツガツ食べる人ってなんか気持ちいいじゃないですか、見てて。あ、まあまあ分からんでもない。でそれのトップオブトップが多分夜間から直接水飲むで、いかに気持ちいい食べ方やなっていう。あ、なるほどね。っていう選手権です。今飲めちゃう。もう一回やってみましょうか、はいはいはい、ガツガツとどれ。ガツガツ欲しい。そういうことね。あのお茶漬けの CM みたいな、はいはいはい、気持ちいいみたいな、フリーみたいな、はいはいはい、カメラマンさんもちょっとさ、こう臨場感、そうそう、ね、カメラワークでギャラクシーさんがさ、出てみたいな、はい、ね、僕食っちゃっていいですか。あ、もう食っちゃって、お腹減ってるでしょ。どうぞ、どうぞ、ね、好きなだけ。いただきます。来た。あ、気持ちいい。来た来た来た。あ、いいね。いいじゃん、いいじゃん。ガツガツっと、ガモノと食べて。これこれ。いい、いい、いい。気持ちいいよ。いいね。わーわーわー。はい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 。骨だね。うん。うんうん。はいはい。あ、やかから。で、やかから。来た。なあ、全然飲みしょびしょじゃん。これがだから誰が一番気持ちいいか。そう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 。アルマ君はもう気持ちいいな、食べ方がみたいな。あ、確かにね、はい、僕もちょっと指名入ってみるんで、アルマさんのお腹空いてるでしょ。いや、僕ちょっと今日ね、あの2時間遅刻してきたんで、実際ね。それはそうか、うん、すいません、いただきます。あ、いっちゃって。あ、いい、勢いがあるね。気持ちいいな、勢いがある。ガツガツ食って勢いがあるね。あー、こんな時ガツガツ言って。おお、いい、気持ちいい、いいじゃん、気持ちいい、気持ちいいな、いいね、おお、いいよ、いいよ、気持ちいい、これは気持ちいいかも、自分、あら、最後一口、早っ、これ、これ、これどうですか、勝者、勝者あるわ、あれマジで、そうだ、あ、できるんだ、すごいな、めっちゃうまいじゃん、これだったんだ、ね、確かに気持ちいいかも、そうでしょ、それはちょっと分かった、はい、これです、だから、まあ、これをだからなんか焼きそばに俺はしたいですっていう人とか、あ、これはママで、いいですか、これはママです、ママで、はい、それでいかに気持ちよくさせるか、そうそうそう、夜間でこうか、そういうのみんな好きだからですね、あ、なるほど、気持ちよく食べるねあの、もうお腹いっぱいだよでもうまい棒でやってみたらいいです。あ、そうだった、あ、そう、ちょうど流せるから、いけるかも、確かに、腹いっぱい食いちゃう、いやいや、もうなんか吸ってないでしょ、吸っちゃっても、え、吸っちゃってもいいですか、吸っちゃっていいよ、特別、吸って吸って、うん、あ、いやいやいや、あ、いやいやいや、鼻が出る久しく来ないけど、鼻になんかの最後だよな、これ、なんか溺れちゃうんだ、溺れてるんだ陸で溺れてる人だ、これ溺れるんすか、鼻キーンってなってる、鼻痛っローラースケートでウェイトレスなんだなんだよっ、おいおいおい、楽しそうだけど、すごいな、昔の映画とかよくそういうシーンがあって、まあ、あったおしゃれだなって思ってたんです、はい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 、あ、それをやる、それをやりたい、やりたい、え、やってくれるってことですか、ウェイトレスになって、まあ今回はだから仕方ないから僕やりますけど、はいはい、仕方ないそれでだからあのみんなでやるか判断してほしい、あ、なるほど、あ、なるほど、え、これはどういうことですか、はい、やりたいっていうだけ、僕はやりたいので、うん、だからじゃあ入り口のところから僕入ってくるんで、はいはい、あの呼び込んでもらっていいですか、あのコーラ一つお願いします、なるほど、あ、はいはい、注文して、はい、そしたら持ってきてくれる、そしたら僕はローラースケートでここまで来て、はい、コップを置き、あ、なるほど、そして西海岸っぽいことを一言言って、あーあーなるほど、はい、去っていきます、なるほど、いいですね、さっそうと、はい、これ気になる、これをやりたいと、いいですね、じゃあ早速やってみましょう、はい、はいはい、はい、じゃあ準備できたようなので、うん、そうなんすか、呼び込んでみますか、はい、じゃあ注文をね、はい、えい、コークプリーズ、コークプリーズ、えい、コークプリーズ、コークプリーズ、おえい、えい、あぶら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 、怖い怖い怖い、うおなにこれめちゃめちゃ、おい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 、えいえいえいわーおー、アクシデント、コックリース、
Please. Oh, thank you. Thank you. 西海岸。西海岸の一言。本日の西海岸の快晴。ところにより恋の予感よ。早め。Get out. これの危ない。後頭部打つぞ。危ないってやったことないなら無理すんなって。もう脱いでいいんだから。ここすごい手の跡ついてる。怖いんだけど、なんかカートゥーンみたい。怖い。おもころチャンネル。はい、うん、わけでね、はい、すごかったっすね。すごい今日もすごい、もうびしょびしょ濡れずっとびしょ濡れなかった、ねね、水の季節でしたね。第3弾はないっすね。ないかもな。すいません、ちょっと全部不採用なんで、ちょっとまだまだあるのに。え、企画あるんですか。まだまだある。まだまだ。え、例えば体育館いっぱい転がりたいとか。転がりたい。転がりたい。転がりたい。思ったことないです。めっちゃ転がりたい。面白いね。というわけなんで第3弾でまたお会いしましょう。はい、さようなら。さようなら。怪我がなくてよかった。